はい、皆さんこんにちは。今日はルンバのスイッチターンやりたいと思います。前回スポットターンやりましたんで、よく似てるんですけども、最初の一歩目がちょっと違うだけなんで、そこのところ説明します。右に高く立って、右に低く立って、ここから、スポットターンの時、前回のスポットターンの時は左を向こうへウォークステップしましたけど、スイッチターンはここからもう右へこう上半身主導で回転しようという、意欲満々でですね、ここで回転しようという感じですね。そして左足を置いて体重が乗って降りる、それと同時にですね、もう一回転してしまいます。はい。あとは右左スポットターンと同じです。はい。要は一歩目で、前に向くということです。顔を離さない感じがスイッチターンですね。左に回る場合でしたら、左に高く立って低くこうなって、左へも回る気満々、下半身がね。ほんで、右足がこう追い置かれた段階で、もう体重を落とし、ここで前向いちゃいます。あとは前、横。スポットターンと同じです。はい。要は、一歩目で頭がクッと、一回転する感触ですね。ただですね、まあ、ルンバですんで、あまりですね、キッキキッキこうハードにやってしまうと、正確のルンバの楽しみが、なんか別のダンスになって、なんか別のものになってしまいますんで、そんなにですね、シャッシャッシャッって、そういうイメージで全く言いませんので、優しくやってください、ふーんと。こんな感じで全然 OK ですね。はい、こっちも優しく、ふーんと。こういう感じでやってください。あとは、チャチャチャでですね、ヘッドロールっていう動画を上げてますんで、こういうふうにこう回してですね、こう回してっていうパターンもあるんですけど、これもルーバーで使ってもいいですけど、チャチャチャのところでしっかりとこう首のコントロールとかを覚えて、ルーバーでもですね、こうやってジャズでやるような、こう、しっかりとストレッチね、前横でこういうストレッチをやって、軽く使っていただくのが一番いいと思います。あくまで、ボディアクションだとか、こうアームワークでの高い低いとか、こうボディとこうヒップのこの動きを見せたいんで、スイッチターンとはいえですよ。パッパッ、こういうノリはやめた方が、やめてほしいですね。こうなんかガーンとこう、ガーンとこう、こういう見せるんじゃなくて、柔らかくこう、こう見せるような感じで、ルンバはやっていただければ、いいんじゃないかなと私は思います。まあ、個人的な意見ですけどね。はい、そんな感じで、スポットターンとスイッチターン、これをうまいことですね、その場で回るタイプが、ウォークで、一回顔の視線を外してまた戻すのか、これをですね、組み合わせて楽しんでいければいいんじゃないかなと思いますね。よろしくお願いします。ありがとうございました。